シティーズスカイラインズ2をまたやっていこうと思います。前回まで、まあ、ゆったりシティーズ2というタイトルで、8回、動画を撮りました。で、まあ、その最後の回で、まあどうしても収支が、プラスにならない。まあ前回の動画では、まあかなり、街を作り込んで、まあ人口が、まあ30万人近く、になった後に、まあ、収支が悪化して、で、市民の、まあ、高齢化というか、まあ、6割ぐらいの人が、まあ、高齢者というような状態になって、まあ、これではちょっと続けられないと。いうことで、まあ、そのゲームは終わりにしました。で、その後、まあ、動画を撮っていないところで、まあ、新しいゲームを開始して、いろいろやっていったんですが、まあ、以前は、最初の9タイルで、まあ、割と、簡単に、まあ、収支を黒字化することができていましたが、なぜか、まあ、黒字にならない。で、最初の、まあ、資金は最初100万円なんですけども、まあ、その資金を使い果たしても、まあ、赤字が増えるばかりと。いう状態でした。で、これは、まあ、おそらく、何かやり方が間違ってるんではないかと。まあ、新しいゲームを、まあ、2回か3回ぐらいやってみて、まあ、いずれも同じ結果になったので、まあ、以前はどんな風にやっていたのかということを、少し思い出してみました。で、まあ、これを見ていただくとわかるのかもしれませんが、この産業エリア、産業エリアの作り方が、まあ、過去数回の動画とは多少違って見えると思います。で、まあ、どういうことなのかというと、少し前から、この、産業エリアの、この、産業エリアというのは、まあ、ここに、これは、これは農業の
確か野菜だったと思いますが、野菜を作る産業エリア。野菜。ここは、まあ、野菜を作る産業エリアなんですが、このエリアの、大きさ、エリアの大きさは、まあ、こういう大きさになっています。で、これを、まあ、数回前ぐらいからだったと思いますが、この穴あきを使ってもっと大きくしてやろうと。まあ、この、これが、この黄色い線の外に、黄色い線の外には広げられないんですが、この穴開きをオンにするともっと大きなエリアにできる。なので、まあ、引いた道路に合わせて、この産業エリアを作ろうと。このあまり、この黄色い線を気にせずに、道路の端から端、まあ、ここで言うと、例えば、ここら辺まで、この道路のところまでエリアをこう、伸ばして、設定してました。で、どうやらそれが原因だったのではないかと、いうことに気づきました。で、まあ、ただ、それは確信ではないので、まあ、もう一度、まあ、この黄色い線を越えないようにエリアを、この産業エリアのこの大きさを、設定するようにして、まあ、やり直してみました。で、そうしたら、まあ、最初の100万という資金が、まあ、半分まで使わないうちに、収支が黒になりました。ということで、まあ、まさにそれが原因だったのではないかと。まあ、そう思われますが、まあ、もう少し様子を見た方がいいかなとは思っていますが、おそらく間違いないと思います。まあ、ここは多少隙間ができてしまっていますが、こちらの方は、まあ、隙間ができないように、やっています。まあ、あと今まで、
が気づいてなかったというか、今までこんなやり方はしてなかったという点が、まあ、いくつかあります。で、まあ、一つは、この高密度住宅というのを使い始めました。で、シティーズ1の頃から高密度の住宅区画を作ると、まあ、ろくなことにならないということで、まあ、ずっと、この高密度というのは、もう作らないということに決めていたんですけども、シティーズ2になってからは、どうも、少し様子が違います。これはまだレベルが3ですけども、このレベルが上がりきってるや、高密度の、まあ、ビルがありますけども、まあ、こういうものが、こう乱立し始めると、まあ、必ず、ゴミの問題、それから、この病人、救急車待ち、すぐに救急車待ちになる、あるいはすぐに霊柩車待ちになる。で、それが、まあ、至るところに、至るところでそういう状態になって、まあ、収拾がつかなくなる。まあ、シティーズ1の方ではそういう問題があったので、シティーズ2の方でも、しばらく高密度というのは、まあ、自分で勝手に封印してました。ただ実際にやってみると、まあ、シティーズ1の時ほどひどくはない。いうことで、まあ、例えば、まあ、こういった道路に囲まれた、こう、ここ全体を一気に高密度にする。ということは、まだやってないんですけども、まあ、この需要を見ながら、少しずつ、まあ、例えば、こういった大きさで、徐々に広げていく。まあ、こういうやり方をしていれば、まあ、特に問題ないということがだんだん分かってきました。それから、ゴミの処理ですが、今までは、まず埋め立て地を置いて、その後、資金が貯まったら、リサイクルセンターを作るというやり方をしていました。で、今回は、この、焼却場を建てています。
で、まあ、資金に余裕が出てきたら、この埋め立て地はいらないのではないかと。まあ、思われるかもしれませんが、まだ今のところは、必ず先に埋め立て地を作ってから、まあ、焼却場を置くというやり方をしています。で、まあ、以前の動画で、ゴミの処理に関しては、ゴミの回収をするのが埋め立て地で、ゴミを焼却するのがゴミ焼却場ですと、まあ言った覚えがあるんですけども、まあ、おそらく誰がどう見ても、この焼却場の方は、ゴミの収集車が、まあ、最大で50台。で、埋め立て施設の方は20台だと。いうことで、まあ、ゴミ焼却場だけでいいんじゃないのかと。まあ、そう考えるのは普通かもしれません。で、まあ、焼却場であれば、発電も少しするので、まあ、リサイクルセンターよりはこっちの方がいいのではないかということで、まあ、焼却場に変えました。で、こっちも同じようになっています。で、まあ、このマップは、もともと、この旧タイル、まあ、かなり端っこの方から始まってますが、最初は、この旧タイルから始まりました。で、これはどういうマップなのかというと、まあ、このデフォルトのマップではなく、このココナッツ鉱部という、マップです。で、まあ、このマップは、最初からいろんな道路がこう引かれてあったり、まあ、この中を鉄道が通っていたり、あるいはこの区画への入り口が、まあ、3箇所。この道路と、それからこの、この道路、それからこの道路の、3箇所入り口が最初から作ってありました。で、今ここは、水辺に接してないので、上下水道は、まあ、どうしているかというと、
ここに外部接続の、上下水道が来ていました。で、こことつないで今使っています。で、まあ、ただここは、地下水脈があるので、ここで、まあ、地下水を汲み上げています。で、さらに、まあ、下水の方は、ここに浄水場を置いています。ただ、ここもつないだままにしています。まあ、それで、まあ、かなり余裕がある状態です。で、まあ、電力に関しては、外部の電力を使っています。で、それから、先ほどの、ゴミ焼却場でも、少し発電ができるので、それもつないでいます。まあ、この地下に、送電線があって、ただ、この送電線はつないではいますが、まあ、電気は流れていないと。まあ、要するにこちら側に、電気を出しているだけで、この送電線にまで出力するほどの発電はしていないということになります。で、あとは、病院、まあ、医療関係なんですけども、まあ、医療関係は小さな診療所というのを、割と多めに置くようにしています。ここに一箇所だけ診療所がありますが、まあ、それ以外はみんな、小さな診療所にしています。まあ、ただしこの小さな診療所も、患者が、最大25人ってことになっていますが、たまに見ると、これは25人に対して68人患者がいる。ここは25人に対して、51人もいます。まあそんな感じで、まあ、まあそういう動き方をしてくれる診療所になってるようです。
これだけの、人口になってきたら病院を置けばいいんじゃないかと考える人が、当然いると思いますが、まあ、これどっかに病院を置くと、どこかに病院を置いて、まあ、これらの小さな診療所はみんな取り払ってしまったとすると、まあ、この病院からすべての救急車が、出動することになる。そうすると、まあ、途中でどこか渋滞していると、まあ、その渋滞しているとこよりも先へは行けなくなる。まあ、それよりは、小さな診療所が、散らばっていた方が、いい場合もあるかなと思います。絶対に渋滞しない想定であれば、渋滞しないというか、まあ、車、この道路が混雑していないことが前提であれば、病院でもいいかもしれませんが、まあ、なかなかそういうわけにはいかないので、この、医療施設は散らばっていた方が有利だと思います。まあ、なので、病院は置いていません。で、それから、墓地ですけども、墓地は2箇所あります。で、こちらの墓地のすぐ近くには火葬場もあります。まあ、墓地と火葬場の関係というのは、まあ、ゴミで言うと、埋め立て地と焼却場の関係に似ていると思いますが、まあ、なので墓地ではなく火葬場だけでいいんじゃないかと思われる人がいると思います。で、ただ、火葬場の場合は、遺体は二重しか、貯めることができません。で、まあ、普通に考えれば、この、遺体が二重回収されたら、火葬しないと新たな遺体を、回収することができない。まあ、なので、火葬場は、まあ、アップグレードできるとは思うんですけども、墓地と火葬場はペアで使った方が、いいと思っています。で、まあ、
だいたいそんな感じで、今はだいたいうまくいっている。まあ、たまに救急車待ちのアイコンや、霊柩車待ちのアイコンというのが、まあ、出ますが、しばらくするとこれは、これは消えてしまう。ということで、まあ、前回の動画で、悩んでいた、この人口の高齢化と、まあ、収支がなかなか良くならないという問題は、今のところ両方とも解決しています。まあ、この町の、高齢者は、まあ、20% 弱になっています。まあ、この割合が普通なのかどうかはわかりませんが、前回の動画では、6割が高齢者になっていたので、それはさすがに異常だなと思いました。それで、まあ、このやり方で、このやり方でというのは、産業エリアは、アナーキーを使ってむやみにこのエリアの大きさを大きくしない。それから、まあ、高密度も、まあ、徐々に使っていくと。まあ、そういうことを気をつけながら、もう少し区画を広げていって、まあ、これまだ、この収支はどんどん、このプラス部分がどんどん拡大していますけども、まあ、このやり方で本当にいいのかどうかというのをもう少し、様子を見たいと思います。で、まあ、この動画のタイトルは、まあ、シティーズ1の時と同様に、しっかりシティーズ2という名前で、やっていこうと思います。しっかりシティーズの1回目は、ここまでにしたいと思います。